はい、松木屋花月ロックです。花月ロックではですね、こちらデール・ウィルソンの、2012年の新作でございます。3月にアメリカの方で直接現地で買い付けてきたギターになるんですけども、トップに、フレームのメープルが入ってまして、ビグスビーをつけてあります。でスイッチがですね、4点のスイッチになってるんですけども、こちら、普通常のセンターが、パラレルとシリーズで、ブーストスイッチとも呼ばれますけども、ハム効果が得られるようになってますんで、非常に音作りのしやすい、最高のギターになってます。ぜひともよろしくお願いいたします。